マッテオ・マナセロは、イタリアのプロゴルファー、ベネト州ベローナ県、ネグラール出身、3歳からゴルフを始めた。2009年6月、全英アマチュアゴルフ選手権で、史上最年少の16歳2ヶ月で優勝。また、イタリア人初の優勝者となった。その優勝により、翌月の全英オープンと翌年のマスターズの出場資格を獲得した。 全英オープンでは、首位と4打差の13位体に入る活躍を見せ、ローアマチュアに輝いた。2010年4月、トミー・ジェイコブスの記録を更新する、当時史上最年少の16歳11ヶ月で、マスターズに出場。初日を71で回り、2日目に76とスコアを落としたものの、カットラインギリギリの3オーバーで予選を突破。 1967年に18歳10ヶ月で予選を通過したボビーコールの最年少予選通過記録も更新したが更新。3日目73、最終日72で回り、通算4オーバーの36位タイでローアマチュアに輝いた。2010年5月にプロ転向。同年10月、欧州 PGA ツアー、カスティーオマスターズにおいて、 欧州ツアー史上最年少の17歳188日で優勝を果たした。2011年4月のマレーシアオープンでツアー2勝目。2012年11月のバークレイズシンガポールオープンで3勝目を挙げた。2011年に男子ゴルフのアジアと欧州の代表選手による団体対抗戦ロイヤルトロフィーに出場している。趣味はサッカーで AC ミランのファンである。 ありがとうございます。